1ヶ月以上経ちましたね。このクリスマス期間がやっていた最中にオープンしました新しいエリア、キャンプウッドチャックでございます。来年はね、鳥年ですからね。そうで、鳥といえばね、このキャンプウッドチャックにね、面白い鳥がいるんですよ。それがですね、この大道くんがやってくれてます。あのティッタートイルバードっていう鳥なんですけどね。あの学術名がファニールックスティッタートゥイルスと申しまして、まあ面白い顔したティッタートゥイルっていう名前の鳥なんですけど、そうね、結構面白い顔してるんですよね。さあ、これティッタートゥイルについてね、ちょっとお話がありまして、1901年12月5日のことでした。もともとね、このティッタートゥイルがね、住んでいた巣、このね、巣のあった木にね、大きな雷が落ちちゃったんですよ。そうなんです。で、そしたらね、ティッタートゥイルには落ちないけど、まあ、ティッタートゥイルが黒焦げになりかけて、巣がね、もうボロボロになっちゃったので、まあ、ティッタートゥイルもうここに住めないやって言って、どっか行っちゃったんですね。ところがね、まあ、しばらくしたら、おや、このリフォームされた木、落雷が落ちてこのリフォームされた木、意外と住み心地がいいよと。どんな住み心地の良さかと言いますとね、まあ、まず入ってみるのが分かりますが、床暖房が入っております。で、床暖房が入ったというふうにね、まあ、まずお風呂に行けばね、もうジャグジーもついておりますし、まあ、ソフカフカのソファーのリビングにね、42V の大型テレビと、そういうリフォームの方向じゃないんだよね、大道くん。やっぱそうなんだよね、そっちじゃないんだよ、大道くん。まあ住みやすくなったのでね、戻ってきたという、そういうお話でございます。ちなみに1901年12月5日、これ何の日だか皆様ご存知でしょうか。なんとね、ウォルト・ディズニーの誕生日なんですよ。そうなんですね、ウォルト・ディズニーはね、1901年12月5日に誕生してるんですね。なのでね、そういったね、関わりも実はあるんです。そういうことを考えながらね、ぜひともね、このね、ツイッターツイール見ていってあげていってください。というわけで、今回はこちら、キャンプウッドチャックのご案内でした。ありがとうございます。